いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですかはい。こちらのセットで。店内でお召し上がりになりますかお持ち帰りで。かしこまりました。他にご注文はございますかあの、お客様ないようでしたら、お会計しても。はい。申し訳ありません。もう一度はよろしいですか スマイルですか少々お待ちくださいね。こちらもお持ち帰りになりますか <laughs> そんな慌てちゃって、今なら無料ですよ。はい。お持ち帰りで。かしこまりました。それでは今からお作りしますので、お時間少々よろしいでしょうか。あちらの席でお待ちくださいね。お待たせいたしました。 さ、行きましょうか。あなた、本当は何かの罰ゲームで言わされたんでしょスマイルのことよ。あんなの頼んでくるの、罰ゲームかチャラい大学生が面白がってやるかの、どっちかでしょあなた女の子だし、真面目そうだし、ずっと周りのこと気にしてたでしょ。ダメよ。嫌な時は嫌って言わなきゃ。 それとも何罰ゲームじゃなくて、本当にお持ち帰りしたかったとか私、あなたのことよく知らないけど、たまに来てくれてるわよね。いつも頼むもの同じなんだもん。ピクルスは絶対抜いて、玉ねぎは多め。ほら、合ってるでしょ私、人の顔を覚えるの得意なんだから。で、これからどうします 本当にお持ち帰りしてもいいのよあなたのことすっごく興味あるわそれにあなたも私に興味あるんじゃない今だから言うけどよく私のレジに並んでたでしょ他にもレジは空いてるのに言ったでしょ私人の顔覚えるの得意だって いつもチラチラ見てきて。ああ、怒ってるわけじゃないのよ。とっても嬉しいわ。ただね、いつも顔赤くしてこられたら、ねえ、こっちだって気になっちゃうというか、なんというか、他人から見ても分かりやすいくらいスキンオーラが出てるっていうか、その、 恥ずかしいって言うのかな。あんまり人から好きです、みたいな雰囲気出されたことなくて。ちょっと何言ってんだろう。あのー、ずっと一人でベラベラ喋っちゃったけど、もし違ったりしてたらごめんなさい。え違間は、ないそう、うお、そう。 よかったわ。なら、言葉で教えてくれない私のこと、どう思ってるか。ええー、声が小さくて分かんなかった。もう一回、聞かせて。うん。ありがとう。 女の子から好きって言われたの初めてだからなんだかくすぐったい感じがするわねやっと言ってくれてすごく嬉しい今はあなたのことをよく知らないけどこれからもっといっぱい教えてくれるじゃあ改めて聞くわね 私のスマイル、お持ち帰りにしますかお持ち帰り <laughs> そう。じゃあ、冷めないうちにお召し上がりくださいね。行きましょ。